上山城は山形県上野山市にあった日本の城である。別名、月岡城。江戸時代には上山藩の藩長が置かれた。上山市指定史跡。南北朝時代、天道頼直の小上野山万丁が上山に廃されたことに始まる。万丁は上山市松山の国造山に高立城を築き、居城とした。永正5年に、 伊達氏がこの城を攻めようとし、城主、上山義坊は逃亡。伊達家新章柳川邸藩がこの地に入った。英章十七年最上義帝の死去に伴う混乱に、乗じて義坊が兵を挙げる者の,の伊達種宗と戦って、討ち死にする。天文四年、上山義坊の子、上義忠が城を奪還。義忠によって、天神森に改めて築城された平山城が、 現在の上山城である。以後上司は武衛義説そしてその子、上山光金と続く。この頃、天道氏は、最上八立を形成し、もがみ義満と対立。三金も天道一門として、義満に従うことを拒否し、伊達氏と共に山形を攻めるなどした。しかし、天正八年義満は、里見民部を寝返らせて、上野山城を攻め落とし、 上主三つ金は内地に。代わって、里見民部が、上山上主になった。江戸初期に、もがみが改役された後は、没落した、諸大名が三万国から四万国で入部し、上主を務める氏族が目まぐるしく変わるが、上山藩自体は幕末まで存続した。本丸を囲んで一段低く、周囲に二の丸があり、外堀が取り巻いていた。藤井氏時代は、 天守はなく、二の丸に、館が設けられていた。金森家が天保された際に一度破却されたが、破却前は本丸に、三重の天守や各所に、倉門がある、金星城郭であり、月岡、天神森にそびえる、その壮麗な城郭は、宇宙の名城として、広く知れ渡っていた。藤井松平家が封じられた際に、上山城は再興されたが、 二の丸に館を設けた程度の城構えであり、明治を迎えた。歴代藩主は、上山藩に詳しいが、農見松平家二代、賀毛家一代、時家二代、金森家一代と目まぐるしく藩主が入れ替わった後、藤井松平家が封じられた。その後、明治維新まで、藤井氏が統治を治め、十代、信康の代まで居城として用いた。しかし、 明治時代に入ると廃城令の影響で1873年より取り壊されたり払い下げられたりして廃城となった。城跡は月岡公園及び月岡神社境内となり1957年4月20日に市の史跡に指定された。また1982年に二の丸後に三層の模擬天守が建立された。模擬天守の内部は 郷土歴史資料館として利用されており、季節によって、ひな人形店や鎧などの収蔵品店、刀剣店といった催しが行われている。再建当時、実際には、天守のなかった城を天守付きで再現することについて、多くの論議を読んだ。本丸西側に西内堀が残り、このほか、土類、石垣の一部と庭園が現存している。建造物としては、 薬井門景色の門が山形県南陽市の旅館、行き帰りの宿滝派に、城内にあった、兵糧舞保管庫のもみぐらが市内を井戸邸の鈴木家に、それぞれ一築され現存している。市指定文化財山形県上野山市公式 HP、はっと山形県中世上館跡調査報告書、P66、市指定山形県上野山市公式 HP、昇法上図。 では国行内上の山絵図は国立公文書館に保存。ありがとうございます。